ドジャースの大谷翔平選手が今日もやってくれました。初回の先頭打者アーチ、2打席目もヒット、そして盗塁を決めるという圧巻の活躍。日本時間8月29日の本拠地でのオリオールズ戦、大谷選手は1番指名打者で出場。初回の第1打席では3試合ぶり、少し体勢を崩されながら技ありの42号本塁打を放ちました。スポーツネット LA の実況を務めたジョー・デイビス氏は興奮しながら次のように実況していました。ライトへアンソニー・サンタンダーが下がる。翔平、大谷、この場を読んでホームランだ。このように絶叫すると言葉が出なかったのかしばし沈黙。そして次のように続けました。ハリウッドよ、見ているかい。大谷のストーリーがあまりにも信じられないから、プロデューサーは何度も却下するだろう。誰もが期待した主役の本塁打をいきなり実現させた大谷。解説を務めた通算200予勝右腕のオーレル・ハーシュハイザー氏も次のようにコメントしました。フルスイングで本当に強く打った。最高のスイングではなかった。でもやってくれたよ。ドジャースとして彼の最高の瞬間の一つだった。あまりにもできすぎたストーリーに実況解説も感嘆した様子。ボブルヘッドデーということで球場に足を運んだ全てのファンがこのホームランに大騒ぎだったことでしょう。これでブレーブスのマルセル・オズナ選手に5本差、ナ・リーグの本塁打王争いで独走体制を築いています。打たれたバーンズ投手は嘘だろという表情。大谷選手の先頭打者ホームランは今シーズン4本目。エンゼルス時代から含めると MLB 通算10本目。今シーズンシーズン51本ペースとなっています。この技ありの一発は打球角度33度、打球速度 102.2 マイル、約 164.6 キロ、飛距離約 119.2 メートルのホームランとなりました。FOX スポーツのアナリスト、ベン・バーランダー氏は次のようにコメント。翔平、大谷が彼とデコイのボブルヘッドナイトの第1打席で本塁打。もちろんそうなるよね。ドジャースネーションのノア・カムラス記者も次のように反応。翔平、大谷がボブルヘッドナイトで先頭打者本塁打。彼は信じられない。米カリフォルニア州地元紙オレンジカウンティレジスターのドジャース版ビル・プランケット記者も次のようにコメント。デコイに主役を譲らず、翔平、大谷が先頭打者本塁打。そしてファンからは次のようなコメントが相次いでいます。デコピン始球式からの42号ホームラン、さすが大谷さん、話ができすぎです。いきなり42号、素晴らしい。ボブルヘッド配布にデコピン始球式にリアルホームラン、大谷サンデーですね。おめでとうございます。来た、ホームラン、デコピン効果だ。ワン、これであんなに飛ぶなら無理に全力で打たないで犠牲フライ打つイメージでも本塁打量産できそう。いずれにせよ好投手からのホームランすごすぎる。この日は今シーズン2度目となる大谷選手のボブルヘッドデー。大谷選手がデコピンを抱えたデザインが限定4万人に配布されました。試合開始直前には愛犬のデコピンが始球式を務め、大谷がキャッチャー役という大谷ファンにとってはたまらない演出。デコピンがボールをくわえて一直線に大谷に駆け寄る光景に場内は大拍手で大盛り上がりでした。そんな日に初回から先頭打者ホームランを打ってしまうあたりはさすがとしか言いようがありませんね。またこの42号本塁打をキャッチしたのは親子で球場に訪れていたアガーヨさん親子でした。ロサンゼルスに住む地元っ子で、親子でインタビューにこのように答えていました。エーベル君、ホームランボールをゲットしたのは初めてだよ。それが翔平のホームランボールなんてスーパークール、スーパーハッピーだよ。リトルリーグでファーストをやっていて、このグローブで直接キャッチできたんだ。父、フアンさん、ボブルヘッドは息子の分と合わせて2つもらったよ。ゴールドじゃなかったけどね、わら。でもアメージングだ。ゴールド以上にレアなホームランボールをもらえたから大満足さ。ボブルヘッドと一緒に家に持って帰るよ。またこの日の始球式を見たかと尋ねられた際には笑いながら次のようにコメントしていました。エーベル君、僕は犬が好きなんだ。
デコイの仕事は素晴らしかったね。翔平は僕の最も好きなお気に入りの選手。ホームランボールをキャッチできるなんて本当にクールだ。初回のホームランで1点。試合に勝ってほしいね。ボールは僕がキープするよ。もっとホームランを打ってもらいたいね。父、フアンさん。デコイの始球式はグッジョブだ。うちの犬とは違う。うちの犬の名前は注意。オスだ。うちの犬じゃ始球式はできないよ、笑。見事な始球式を務めたお利口なデコピンを称えていました。最高の形で試合開始となったドジャースでしたが、大谷選手が先頭打者ホームランを打った直後の2回表、2つのエラーと3本のヒットで3点を取られて逆転され、1対3と逆転を許してしまいました。3回裏1アウト1塁で第2打席を迎えました。第2打席は2ストライク2ボールから5球目を打って、ライトへのクリーンヒット。これでチャンスを広げると、続くベッツ選手がセンター前ヒットで続き、1点を返して3対2とします。そして続くラックス選手の打席で大谷選手が三盗を敢行。見事なタイミングでスタートを決め、三塁は悠々のセーフ。これでシーズン41盗塁目となりました。そしてラックス選手が倒れた後、ツーアウト2、3塁の場面で、4番のテオスカー・フェルナンデス選手がやってくれました。インコースの難しいボールを捉えてスリーランホームランとし、一気に逆転。三盗はなかなか難しいと言われる中で、今シーズンの大谷選手は相手投手のモーションを盗んで三盗を決めていきます。本塁打の数もすごいですが、盗塁の数も6月以降は急ピッチで増えてきたので、残り約30試合の中で 5-0 を達成することを期待せずにはいられません。そしてこの日はこれで終わりませんでした。第3打席、続く第3打席はノーアウト1塁で迎えると、捉えた打球がファーストを襲うファーストライナー。しかしファーストが打球を落として二塁をアウトにし、大谷選手は一塁に残る形になりました。盗塁の大チャンス、誰もが盗塁を期待している場面で、大谷選手は初球からいきなり仕掛けます。セカンドは悠々セーフのタイミングでしたが、ピッチャーのワイルドピッチもあり、一気に三塁まで進む形となりました。これでこの日は1本塁打2盗塁となり、4-2。さらに3番ラックス選手のショートゴロの間に得点し、キャリアハイのタイ記録となるシーズン103得点となりました。この動画では速報ということで、歴史的快挙を達成している大谷選手の記録を最速でお伝えしてきました。ご視聴のタイミングによっては情報が古くなっていた可能性があります。試合の結果と第3打席以降は次の動画で詳細にお知らせしていきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。